本当にバスケットに対して真面目なんで、僕が聞いたことっていうか、その意見に対してやっぱりしっかり反応してくれるし、本当に力になる存在ですよね。もう今のプレー、もう小さなことなんですけど、やっぱり今のプレーなんでダメだったとか、ああしたいんだけどとか、そういう問いかけにもやっぱりしっかり考えて答えてくれます。いやもう黙々と自分の仕事というか、フォワードなので点数取ることをチームから求められていると思うので、そういう部分をしっかりこなすというか、ゲームによってその良かったり悪かったりじゃなくて、もう常にその自分の仕事を徹底する、そういう部分はすごいプライドを感じますし、そこに、はい、そこはやっぱ尊敬できますし、すごいところかなと思います。チームのカラーってあるじゃないですか。チームカラー、はい、やっぱり一緒なとこってないと思うんで、はい、まあ、それぞれそのチームのスタイルとかあって、はい、バスケットも全然違うと思うので、はい、そこはまず大きな魅力じゃないですか、はい、でだんだんこう分かってくると、うん、ああいうバスケットするチームはこういうバスケットするチームが弱いとか、あ、そういう見方ができる、そういう見方も多分できてくると思うんですよ、はい、そうすればやっぱりもうちょっと面白くなるんじゃないかな。他のスポーツと違ってバスケットって、うん、お客さんとその観客席の距離がすごい近いっていう部分で、はいはいはい、迫力あるプレーだったりとか、はい、その会場の一体感、使用済みからのゲームもそうなんですけど、はい、やっぱり会場がそのチームと一緒にまとまっている時とか、はい、一体になっている時の雰囲気っていうのは、はい、なかなかやっぱり室内で行われるので、そこの迫力っていうのはなかなか他のスポーツでは味わえないんじゃないかなと思いますね。僕目先のことしか考えないんで、はい、まあ、数字を伸ばすことですよね、はい、あとは攻めのバリエーションを増やすとか、はい、その自分がやりたいようなバスケットをするっていうことですね、はい、僕自身がチームとしてじゃなくて、はい、個人で思い描いてるようなことをやれたらなって、はい、優勝が、はいはい、個人としてもやっぱりチームとしてもはい、B リーグ優勝っていうのが、ね、はいはいはい、一番ですね、はい、そのチームとして、うん、その足りない何かっていうのをやっぱ探す一年になるんじゃないかなと思います、ね、うん。